ワンツースリーケメン、皆さん始まってまいりましたよ。キッチンカーの第2弾でございます。今日ですね、なんとなんか噂に聞きました、映えるわたあめ屋さんがあると、それをキッチンカーで販売してるということで、そちらに訪れたいと思います。それでは皆さん早速行きましょう。見たい、食べたい、訪れたい、キッチンカーの和、せーの、ビョン。来ました、現場に来ました。なんとレインボーわたあめのキッチンカー、こちらどうぞ。絵力から半端ない、すごいね。すごいんで、ちょっと見て、この本当にカラフルなレインボーのわたあめ。しかも、1食だと500円、2食だとこれかな、2食だと600円。これね、お子さんがね、もうお土産でいっぱい買ってくんですよ。もう店長儲かりすぎ。ありがとうございます。ありがとうございます。儲かりすぎ。でこちらね、レインボーわたあめ、こちらかな、メロン、イチゴ、レモン、ブドウ、本当にね、フルーツの味が本当の味するんですよね。色だけじゃないですよね。はい。あ、じゃあ皆さん、ちょっと味見どうですか。ちょっと味見 OK なので、じゃあちょっと取ろうかな。すいませんね。じゃあせっかくなんで、ラムネ味と、これはブドウか、ブドウ味。じゃあちょっと、そのお店の名前、ブドウテイスト。このブドウとは関係ないですか。ブドウとは関係ない。何のブドウなんですか。ワインバーやってる。はい。なるほど。じゃあちょっといただきますね。すいません。いやすげえよ、これ超綺麗。めっちゃこれ欲しいよね。大人気。いきますよ。ちょっと綿飴食べるの久しぶりなんでね、こうやって合ってるかな。いただきます。すいません。うまいね、うまいね。てか大人が食べてもうまいわこれ、マジで。うまい、うまい。このカップもあるけど、この大きいこの綿飴で棒付きで歩きながら、自慢しながら食べれるのもあります。これはどこで食べれるんですか。あ、いいですね。恵比寿駅のビナウォークっていうスペースがありまして、そこのスペースで、ぶどう亭さん大人気のわたあめ屋さんがあります。皆さんぜひ興味のある方は遊び来てね。ありがとう、さよなら。トン、いやー美味しかったね。大人になって、食べたわたあめも美味しかったです。ぶどう亭さんありがとうございます。それではキッチンカーのわでした。さよなら。ケイメンチャンネルを見ちゃったあなた、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。いい天気だ。うん。